デュークカハナモクのサインデュークカハナモクはハワイ出身の伝説的な水泳選手、サーファーである。オリンピック金メダル3個獲得。サーフィンのスポーツとしての普及に多大な貢献をした。1890年8月24日、オアフ島に生まれる。純粋な先住ハワイ人である。デュークという名は父デュークハラプーから受け継いだものであり。 これは1869年にハワイを訪問したイギリス王子のエディンバーラ公爵、アルフレッドに由来する。家族からはミドルネームのパワーと呼ばれていた。ワイキキで育った彼は幼少時よりアウトリガーカルーや水泳に親しみ、長じては誰もが認めるウォーターマンとなる。母親は彼を 決して水を恐れず、可能な限り遠くにまで行ってごらんなさいと言い聞かせて、育てたと伝えられる。高校を中退したデュークは、仲間たちと共にワイキキビーチを、気が懐いた中路ついて、様々な雑用をこなし、日銭を得る、ビーチボーイとなる。この時に彼と共にビーチボーイをしていた人々は、後に、世界有数のアウトリガーカルクラブ、フイ、ナルを結成する。この、 フイナルはアウトリガーカヌー競技の名門であるとともにナイノアトンプソンを世に送り出した。1911年、リュークはアマチュアの水泳競技会にて自由型100ヤードで当時の世界記録を4.6秒も縮める驚異的な記録を叩き出し注目を浴びる。同時に彼は220ヤードの世界記録も破り、50ヤードでは世界大記録を出した。 しかも会場はホノルル港の海水である。1912年、リュークは圧倒的な実力でオリンピック代表の座を手に入れる。この予選会では200メートル自由型で世界記録を更新し、挑んだ1912年ストックホルム五輪では100メートル自由型であっさり金メダル獲得。リレーでも銀メダル獲得に貢献した。 1920年のアントワープゴリンでも100メートル自由型鬼連覇800メートルリレー金メダル。1924年のパリゴリン100メートル自由型ではジョニー・ワイズ・ミューラーに敗れ銀メダルに終わったものの、実定のサミュエル・カハナモクが銅メダルを獲得し、改めてハワイのウォーターマンの実力を世界に知らしめることとなった。デューク・カハナモク1950 時代マウイ島佐藤キビ列車、デュークカハナモクの名前が入った車両、1997年4月26日、競技生活を引退した後は水泳とサーフィンの振興に力を注ぐとともに、ハリウッド映画にも数多く出演している。また、デュークを題材とした映画、ザ・ライドも2003年に制作されている。1990年には、デュークの功績を称え、 オアフ島のワイキキビーチに、等身大の銅像が設置された。2015年8月24日には、デュークの生誕125周年を記念して、グーグルのロゴマークに、デュークの似顔絵が使用された。デュークは、水泳選手として、以上に、サーファーとして、巨大な影響を後世に与えた人物である。彼の功績はまず、サーフィンという、 スポーツそのものが再評価されるきっかけとなったこと、そしてサーフィンをアメリカ社会に流行させたこと、さらにデュークカハナモクインビテーショナル大会のアイコンとして、サーフィンがプロスポーツとなるきっかけを与えたことの3つが大きい。いわば彼は近代サーフィンの父である。サーファーとしてのデュークは、現代の WCT 選手のようなトリッキーなサーフィンではなく、 伝統的なハワイのサーフィンを好み、パパヌイパパヌイと名付けられた巨大なロングボードを愛用していた。このパパヌイロングボードは長さ4.8メートル、重さ52キログラムもあったという。材はハワイアンコアである。デュークは水泳競技での圧倒的な実力とサーフィンという素晴らしいスポーツの魅力の電波、そしてアウトリガーカヌー競技の名門、フイ。 ナルの創設という方法で、ハワイの海洋文化の偉大さを世界に知らしめた。その影響力は大きく、リュークに続く先住ハワイ人の文化英雄となった、エディアイカウも、彼の名を冠した当時世界最高のサーフィンの競技会に勝利することを、その生涯の目標としていたとされる。フイナルが、ナイノア・トンプソンを生み、また、エディとの開口が、ウェイン・バーサロミューをして、 プロスポーツとしてのサーフィンの確率に向かわせたことを考えると、その功績は計り知れないものがある。ありがとうございます。